はい、こんにちは、ステッキーライスゲームズです。今日はゴルフリゾートをマネジメントする、シミュレーションゲームリゾートボスゴルフ、こちらの紹介をしていきたいと思います。チュートリアルをクリックすると、ようこそといった形で、こんなゲームの説明ですよというのが簡単に出てくる感じですね。カメラの使い方からですね。カメラをどうやって動かすか、WASD を使って動いたり、マウスをくるくる転がして、視点を変えてみたりと。そういう感じです。はい。ここから建物を作っていくということなので、ここに出てきましたね。チュートリアルウィンドウ。これが出てきましたので見ていきましょう。クラブハウスを作ろうと。はい、下に出てきました。このプラスをクリック。じゃあちょっと作ってみましょう。プラス。このぐらい作っておきましょう。はい。ドカンと出てきました。で、これにドアをつけるわけですね。はい、こんな感じで2階だけ窓がある感じです。はい。決定はこちらで決定と。建物が OK ですね。人員を配置するわけですね。ここから行ってみましょう。で、ランドスケーパーを2人雇ってください。リクルートのところから行って、じゃあ誰か適当な人を選びましょう。次は、トゥービューダーズ。こっちも2人ですね。はい、雇いました。これで OK です。次行ってみましょう。では、1つ目のゴルフホールを作ってみようということですね。ここのスパンとディフィカルティとリスクというのをバランスを整えてあげてねということのようです。ホールボタンをクリックして、じゃあホールをここに作りましょうか。そしたら、ティーを設置します。はい。100ヤード。短いかもしれないですけどね。あ、OK。うん。フェアウェイを敷きましょう。ここから、じゃあ、ここに、ダーッと。スパンを5以上にしてみましょうってこと、今 4.0 なので、ちょっと足りないですね。じゃあ、囲んでみましょうか、こうやって。はい、5を超えました。はい、じゃあバンカーを次は置いてみようということで、ハザードからバンカーを設置します。じゃあこの辺りに置いてみましょうか。ここで高さを変えたりもできるわけですね。なのでドラッグしてあげれば、地面の高さを変えたりできます。こっちはへこましてみたりにして。リスクを減らしてみましょう。4.0 以下。これでじゃあ、フェアウェイを敷いてみましょうかね。うん、3.7 になりました。これで OK ですね。はい。出来上がりです。次見ていきましょう。コースをちょっと見栄え良くしようじゃないかということで、ここで、木を植えてくださいということですね。あ、こんな感じですね。満足したら、これでアップルーフと。こういう感じです。はい、次です。ウォーターワークスということですね。水場。イケポチャとかね、それのために設置してくださいということです。水のマークをクリックして、うん、3種類あるみたいですね。じゃあこのポンド、池にしてみましょうか。イケポチャなので、この辺にちょっと控えめに置いてみて。はい、これで OK です。自分でプレイしてみましょうということですね。ここをクリックして、
このホールを選択。で、プレイと。よっ。おー、いた。はい、次ですね。ここで、リゾートをオープンしてくださいと。ということです。はい。ここにメールのマークがありますね。メッセージを見てみましょう。メインは市長さんが来るみたいですね。じゃあ市長さん来ていただきましょう。はい。最後。あとは拡大していこうということで、3ホールぐらい作ったらいいんじゃないかというふうに書いてありましたね。ここが拡張するためのボタンのようです。はい。こっちに光ってますね。はい。買いました。はい。これで一応すべてのチュートリアルは終了ですね。じゃあ、ここからホールを増やしていきましょう。